どうもこんにちは、マーティーナイナーズのあずっぺです。本日はですね、当店でも取り扱いをしている The HW ドッグ&コーの帽子を紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、簡単にブランドの紹介をしていきます。The HW ドッグ&コーは、1860年から1930年代までのアメリカ、ヨーロッパの労働者が着用していた帽子をもとに、現代だからできる技術と組み合わせた帽子ブランドです。ジェントルマンは男らしさと独自のドッグの遊び心を出したものづくりを展開しています。はい、じゃあ当店のおすすめを何点か紹介していきたいと思います。まずはこちらのウールベレーになります。こちらは1920年代頃のやや大きめの包帯の、ベレーになってまして、ウール 100% です。で、包帯が大きいのでかぶり方もそれぞれ楽しめます。で、カラーはこちらの3色で、お値段は7000円プラスタックスです。はい、次はこちらのウールアーミーベレーです。こちらは周りをパイピングしたシンプルなベレー帽になっておりまして、こちらの中に紐が通っているのでサイズ調整が可能です。で、アクセントカラーが目を引くベレー帽になっております。カラーはこちらの3色で、お値段は8500円プラスタックスです。はい、お次もこちらのベレー帽になります。で、こちらは、コットンとアクリルのベレー帽になっておりまして、ですね、こちら裏もこのように二重になっている素材で、形も綺麗に整います。こういう素材で作ると割とひにゃっとする形のベレー帽も多いんですけれども、二重になっているのでとても形が綺麗に出ると思います。カラーはこちらの2色で、お値段は1万円プラスタックスです。はい、続きましてこちらのコットンワッチキャップです。シンプルなコットンワッチになるので、折り返しの幅は自分で調節してお好みでかぶっていただければいいと思います。素材がコットンとレーヨンとペーパーになっているので、チクチクした感じとかも一切ないのでとてもかぶりやすいです。で、こちらはカラーは3色で、お値段7500円プラスタックスです。はい、で次に紹介していくのはこちらのベースボールキャップです。ヴィンテージの、ベースボールキャップをベースにしているんですけれども、モダンも取り入れたキャップ で裏地につくこの化身と言われるものは、当時化繊がない頃に硬くて丈夫な生地を作るために馬の尻尾の毛や鹿の毛を使用していたんですけれども、1860年代にベースボールが普及した当時のものを再現しています。シンプルな帽子なんですけれども、かぶるととってもかっこいい帽子で、うちの店でもよく売れています。こちら8500円プラスタックスで、今カラーが2色あります。はい、じゃあ最後に紹介するのはこちらです。ウィールハットのトラベラーです。1920年代から30年代頃のハットをベースに、素材はセルビアウール 100% です。ハットタイプでは珍しい折りたためるハットで、このようにしてこんな感じですね、このように折りたたんで、カバンの中に入れたりして持ち運べることもできます。名前の通り旅にも重宝しますし、幅広いスタイルに使えます。お値段は1万5000円プラスタックスです。はい、今日はですね、いろんな種類の帽子を紹介させてもらったんですけれども、私自身も帽子がすごく好きで、普段からベレー帽とか、こういうワッチキャップとかベースボールキャップとかいろいろ被るんですけれども、帽子一つで本当に、コーディネートの幅も広がりますし、雰囲気も変わるので、ぜひ皆さんもいろいろ試してみてください。それでは今日はありがとうございました。また次回お楽しみにしてください。